けば。いやでもまだ早い、まだできない。ショートラリー。Thank you.
Yeah.
めんなよ。まあでも疲れないですよね。疲れないだってなんか勝手にスライスをやるってで。あ、でも吉本さんにバックのスライス使えって言われた。そう。そうだから本当にバックのスライス上手くなりたくて。でなんか本当吉本さんだからこんな状態で5月は試合がちょっと連休無理かなと思って顎次第だね。顎次第。いやだからもうギリギリまでキャンセルとかもったいないからしないんだけど、そんなに悪いしみたいな。でも8時間になってたもんね。ショートラリーとネットショートラリーと。エスコさんこれ使えば私の。そうだよ。超楽なの。楽。プラスも打てるよ。あの俺も使ってみたいんですけど、あります？はい。2本しか持ってないんだけど。でも、普段はね、よしくんが使ってるやつの方がいいかも。あれかっこいいよね。ツアーでもあれ、でもツアーだからやっぱり、そんなプロが使うやつは、あれじゃないの。でもなんか、ライトよりもツアーの、あ、軽い。軽いよ。250だよ。250。そう。これで、松田君のボール返したんだよ。返せんだね。ライトニングですよね、これ。うん、ライトニングだ。そう。ライトニングが使ってるから。キラキラ。可愛いのが使ってる。キラキラ。うん。前使ってたもんね、これ。これの派手なピンクくる。キラキラだから。ね、なんかあんのかなぁ。あるある、いろんな種類があるよ。あるよね。なんかライトニングっていろんな種類があって、それの XT っていうやつは、結構ライトニングの中でもよく売って、なんかおすすめだって言ってたけど、なんかライトニングは全然あるんですけど、でも、
あ、でもこれ、ん？いや、でもね、これ飛ばないですよ、俺には。もっと下方がいいのかな。
びっくりした。いやこれちょっと本当にこう、いや本当にそういうこと、いやそろそろ買わなきゃいけない、実際買わなきゃいけないあれしかないし、そうでもなんかね思い切りさバケツはすごい失敗して失敗してゴミになってから顎どう大丈夫痛い痛い、いやーなんかもう歯抜いたからいやでもなんか痛いのはずっと痛いで、でも今日はどういうことになってるよね、うん、だから最高痛い時にテニスやったからね、で早く帰れるし、うん、緊急事態でそんなことでもないと時間作れない、ね、今日こんな早い時間から2人ちゃんといる、今日休んだ、そうか、うん、で今日は午前中午後休みで家に帰って、うん、いやもうなんか昨日の疲れを警察署が疲れバックのスライスを、でもボレーもやるもんね、あの、うん、ちょっとワンバウンドでボレーみたいなイメージだけど、あのスライスの回転がさ、ドライバーはやっぱりこのボールの下から上にちょっとボールを擦り上げる回転だけど、あのスライスボレーは上から少しこうボールの下に入れ込む感じの回転なので、あのボールの入り方がそもそもちょっとボールの斜め上から入って下を触って終わるっていう感じね、なのでちょっとボレーと一緒で、あの切れば切るほど結構ボールが、うん、あの上がりやすくなるから、少しねボールをね、あの厚いあたりで打った方がスライス、あのシュッってやらないで、あそうなのか、そうゆっくり触った方がいい、うん、であのボレーをさ、使ってここの